今回は今の後輩を見つけてあげようオーディションの進捗状況です、一人で中のいい後輩等もなかなかいないということで、岩尾さんが一緒にご飯食べに行ったり遊びに行ったりしてくれる後輩を探そうではないかというわけで、岩尾の後輩募集しました、やっぱり岩尾さん一人で年にもなってきました、なんか体調壊して岩尾仕事に来えへんなどうなってんねんみたいな状況も、ひょっとしたらなるかもしれません、いや別にそれは何なりマネージャーとかが連絡するやろ。嫌なんです僕はそれで見つけるのがね、すごい嫌なんです。いやそのための後輩それもやな、いやなガチャって諦めたら全然重たいねん、こっち向いて倒れてるから、うわ嫌 やわでしたらもうこれつけたままに岩がぐそんな玄関で見てないでしょ。ありえるやん、もうちょいリビングでしょ。最中になんか宅配来たって、なんでこのまま行くねん俺宅配来てるなんとですよ、吉本内外問わず、50人ほどの芸人の応募があったすごいね、すごいね、プロフィールがあります、皆さんでこの人はどうだというのをちょっと見ていただきたい、良い人がいれば次回スタジオに呼ぶことも可能であるという。あ、ベイン山形やん。え、誰やったの？庄司さんのお弟子さんで、あーお前お前なんか一輪車がくるくるみたいな、それじゃ顔してる岩尾さんも同い年ですね、48歳。そうですね、タイタン、はい、浅井企画、ほんまやフリー、すごいいっぱいいる。え、立川談志郎門下の人いるよ。すごい、女性もいっぱいいますよ岩さん。あ、でも結構古いよ、16年目とか、はい、21年目とか、面識ある人いるんかな、それこそ弁山形ぐらいちゃうか。どうですか、ないものねだりの山崎くん、吉本興業16年目、39歳、童貞童貞見下してくださって結構いい顔してんな、いい顔してるやん、悩みは頭頂部が薄いことです、岩尾さんをメディアで見るたび僕の頭頂部に似てるなと思っていると、親近感が湧いている。毛髪の未来、恋愛についての話、ファッション、もちろんお笑いの話と教えてほしいんだと、ね、いいものねだりの山崎さん、あるわは、なんかもっとその別のね同タイプじゃない人なんですね。でもガツガツ来るやつよりはええやん。まあそうなのかな、分からない。女性は？女性ね、すごいよこの人、はい、スマイル JK さん、はい、イ・ウンジさん、韓国から日本の漫才に憧れて吉本に入ってる。岩尾さんと音楽の趣味が合っている。韓国にいた時にベリーズ工房が好きで、歌ったり踊ったりしてた。日本と韓国のお笑いの架け橋になりたいので M1 チャンピオンの大先輩に可愛がられたい。あ、すごい。いやそんな別に何か教えるようなことは僕できないので。でもお笑いの話そんなにせえへんっぽいですけど、じゃちょっとお酒飲んだらします。いやもう別々しないことないよ。 でもなんかその何かを学びたい言うてもそんなことは教えてくださいよ言うたらね、この年になったら意外とまんざらでもないでしょ。俺が教えることないけどな言うた後、一応大義名分それ言うた後結構語りたいもんです芸人っていうのは。だからやった芸のほんなら語りたいんやった。いやいやそれは岩尾さんにっていうこと。俺は一押しはやっぱり3番、はい、エンジェルコマさんヒーリングタレントとして占いサロンなど。あ、占いなんや、マジシャンじゃなくて。49歳、ヒーリングタレントやっぱりこうね、岩尾のこれからまあどういう風にしていったらいいかみたいな道しるべもしてくれるわけやから、その岩尾はやっぱりメリットないと人にご馳走する気になれへんと思うんですよ。いやまあ一度見てもらうとかはいいですけど、そのなんか仲良く別に常日頃から飯行こうみたいな感じにはならないってなった時にヒーリングの方とは仲良くなって家来てもらって、あ、ここにあのパーンって割った中に紫のキラキラ入ってる石買った方がいいですよとか。いらんもん。翡翠な翡翠。あとこんなストーンを
首にとか全部教えてくれますね。それで岩尾が運気上がっていってすごいワンちゃんのこともあるからさ、うん、はい、ワンちゃん、いやこれワンちゃんのこのゲージはここじゃない方がいい、これ北東はこれ鬼門ですね。そうですね、言われて。ジャンル何なんですかこの人。風水なんですか。いやエンジェルコマだから滝に渡るんじゃない。でのんちゃんはどうなん、誰かこの どうすんの、会うの。いやその今の曰くこっちがこう、はい、この人とこの人とこの人って決めての方がいいんやろ、はい、そうですね。あの岩尾の場合はその自発的なものがないというか、うん、常にどのことに関してもただこうちゃうかこうちゃうかって言っていったら、まあ別にええっちゃええけどで乗っかってくる人間ですから、ある程度やっぱり3人ぐらいこっちで上げてあげてもいいんかなとは思ってます。なんかもう見繕ってもらってで、いやちょっとすいませんとか、あじゃあぜひお願いしますでいいと思うんですよ、ね。いやこれ21番の一番可愛い2人、うんうん、いいよね。9年目と6年目、さくらとニコニコ、岩尾さんは私にとって特別な人。私の父は芸人が嫌いで、番組を 見せてくれませんでした。しかしある日学校から帰ると鳥皿どうぞと言ってきました。アフトボラーのネタですね。岩尾さんいなければ今芸人になってないかもしれない、はい、うん、私は可愛いものが大好き、アイドルとか犬が好きだから岩尾さん話し合いそうですねという。うん、いいやん、はいいんじゃない、no。 うん、まあ、見てる分にはね楽しそうですけど、アイドルの話できるってのは一番いいでしょ岩尾さん。アイドルプロレス、うん、そんなんは言うてましたけど、うんうん、なんか劇場の合間、なんか飯何食おうかなって楽屋僕がうろうろしてる時に岩尾さんの iPad チラッと見たら大体プロレスの記事見てます。おじさんがおじさんの裸の写真をずっと見てる。別におじさんプロレスですからね。まあまあね、いつ見ても裸のおじさんが映っている状態、うん、iPad、うん、はあ、うん、27番も熱感じるよ。子供の頃フットの漫才を見てこんな面白い人がいるのかと衝撃を受けた。岩尾さんの口調とリズムと見た目でしかできない僕が大好きで本当に心から尊敬しています。そんな岩尾さんと仲良くさせていただけるチャンスがあると聞き、憧れの方と仲良くさせていただきたいなんて本当に恐縮なことではありますが、うんうん、このチャンスを逃すまいとすぐさま応募させていただきました。あ、ちゃんとした文章ね。そんななんかこうかしこまって見て、元大手不動産会社のトップ営業マン、うん、今も芸人業の傍ら不動産業をしていて、たくさんの芸人の家探しなどもしています。まあでも今の家に満足してるんでね。いや不動産屋として見んやないやほんまにその家探しとか、探して買いたいとかあったらね、うん、すごいや、頼みたいですけど、ね、バーベ的なね。うん、そうですね。でも僕これ岩尾さんにまたおすすめしたい方が33番なんですよ、はい、チョッピーパンチャーブリさん、56歳の方です。いいですね。そうなんや、はい、どういう方ですか56、この方は元占い師で。なんでそんな人ばっかりって前世とオーラを見るのが得意って言ってます。いいですね。なんで占いたいだけやろ、YouTube 出て占いしたいだけやろ、ヒーリングの人とエンジェルコマの前世見てもらいたいなだからこうね、やっぱり先ほどの方とダブルで連れて行ってもらって、はい、あちらはヒーリング、はい、こちらは前世とオーラ、はい、ダブルで行けば岩尾さんも今ね、まあ、もちろんスケジュールとかもね、うん、あるでしょうけど、その日に行ける人でこう我々がいいな、いいんじゃないかなと思う人来てもらって、もしタイミングが合えば。そうですね、はい、パンチャーウリと2人でやっぱ乗せたら笑ってもらうもんな、やっぱりこれでもほんで一緒におる時になんか呼びやすいみたいな、なんか、はい、パンチャーみたいな、うん、なんかすごいええやん、うん、あとエンジェルっていうのもとかエンジェルコマさん先のね。いやコマって呼びますよそれコマパンチャーエンジェルコマやったらパンチャーさんとコマさんとよう行くようになってきたら、いやもうどうしようかな今日夜パンコマとご飯行こうかなとか略して言うたりとか、ね、パンコマの2人パンコマ来るんかなとか、ちょっとまあ資料的には膨大な量にはなってますんで、はいはい、最終オーディション、ちょっとスタッフも含めね、うん、数人絞ってちょっと来てもらえます、ね、そんなになさそうやったら別にもうやらんくてもいいし、だからそれが全然ええねんけど、すごい閉鎖的、うん、やっぱりこう
何か新しい出会いがあるかも分からへん、新しいチャンスがあるかも分からへん、何か面白いことがあるかも分からないというふうに普通に旅立つのが、まあ、人間、そしてまた芸人なんて言ったらもっとその意気越し軽くなかったらあかんのに、確かに一般の方よりも意気越しが悪い、これは心が疲れてるんです、あなた、あれそういう時には癒されてない、そういう時にはヒーリングなんですよ、でっかい石パカーンって中紫のキラキラのやつを置いていただいたりとか、あとは前世がかかってるのか分かりませんね、それ、はい、前世があれするからオーラがちょっと疲れてるんですよ、ということは住んでる場所方向が悪いんじゃないかということで引っ越した方がいいんですよ、もっと不動産その3連コンボでね、コマと不動産他にもたくさんね、投稿してもらいました、はい、ありがとうございます、ちょっと縁のある方、スタジオに来てもらいましょう、チャンネル登録お願いします、ガチャって空きが持ったら全然重たいねん、こっち向いて倒れてるから、うわ、いややわー、したらもうこれつけたままに岩がぐーそんな玄関で見てないでしょありえるやん、もうちょいリビングでしょ